皆さんこんばんは、翔です。ということで、今回ね、フォースライブの、速報が出たので、今回ね、動画を撮らさせていただいてます。速報でございます。なんとですね、出演者の方が、決定いたしました。はい、さっきね、ニコ生見てたら、突然その情報が出て、まあかなり自分は今びっくりしております。まああのね、口頭で言うとすごく長くなっちゃうので、パッてまあここにね、出しておきます。ここです。この、神戸はこっち。で、まあ、埼玉はこっちです。で、まあ、どっちもすごいんですけど、まあ、注目してほしいのは、埼玉スーパーアリーナの2日目なんですけど、多分こっちがね、多分みんなすごい騒いでると思うんですけど、僕自身も絶対行きたいなと思ってるのが、まず一つ目はもうね、竹内俊介さん、あの、プロデューサー役のね、アニメのプロデューサー役の竹内俊介さんがいるのもそうなんですけど、なんせこのメンバーを見ていただければわかるんですけど、アニメの、シンデレラプロジェクトのメンバーが、全員います。で、これってすごくて、今までライブで、今まで全員揃ったことないんじゃないかな。今まで全員揃ったことないんですよ。ね、なんやかんや。ファーストライブの時にアナスタシアまだいなかったんで、モババスの中で。で、セカンドの時には、神崎蘭子役の、内田ま、まーやさんが、他のお仕事とか入ってて出れなかったっていうのが、セカンドとサードであって、サードでも、上坂すみれさんですね。アナスタシアックス。の、梅坂すみれさん出れなかったんで、今回、シンデレラプロジェクトが初めて多分ライブで全員集まるということで、まあ先ほどツイッターからね、かなり熱い戦いが、もう戦争が始まっております、本当に。かなり高度な情報戦が始まってて、もういくつ CD を買えばもう当たるのかとかすごく出てます。ですね、そうですね。で、今回応募方法まだちゃんと出てないんですけど、出てるのか。出てるんですけど、6月に出る CD が全て、シリアルコードの対象となっております。そのシリアルコードを、そうですね、コロンビアさんかなが、だっけな、ちょっとその、どうかわからないんですけど、ちゃんとね、ちゃんとしたものは多分この、下の、公式ページに載ってるので、そちらの方随時更新されると思うので、そちらの方チェックしていただいて大丈夫なんですけど、そちらの方に、シリアルコード入れて先行応募で、で、前回が3倍、4倍だったんですけど、今回多分おそらく過去最高の倍率になるんじゃないかなと。プロデューサーさんも増えたんで、デレステやってる、僕みたいに増えた人もいるので、まあ、正直やばいっすね。まあ僕、ジュエリーズ全部これで買うことが全て決定しましたね。本当に。ジュエリーズと、あと、ハイファイディーズも CD 化されるんですけど、そちらの4種類に、全部シリアルコードが付いているので、それに、それを、で、当たればって感じですかね、本当に。本当に今回当たる気が本当にしないですね、このメンバー。いや、本当に見に行けたらすごくもう幸せだろうなっていう思いで、本当に今回は、両日ね、行きたいなっていうふうに、思っております。4日間全部行けたら本当に嬉しいので、ちょっと僕も今回ガチで全部狙いに行きたいと思います。以上が今回の、速報でございました。皆さんもぜひライブなど、楽しみにされている方がいらっしゃいましたら、もし、お互いね、僕も当たって、皆さんも当たったら、ぜひ会場でお会いしましょう。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。